サイエンス作家の竹内薫と申します。ニューロスクエアなんですが、脳科学をメインテーマとするトークイベントです。研究者の方々4名にご登壇いただき、プレゼンテーションをしていただきます。線虫お好きな方いらっしゃいますか？お、いました、仲間ですね冷凍保存ができまして、まあ、1年後でも10年後でも100年後でも溶かせば動き出しますWhat I really love about the brain is that it makes us who we are. Joy, fear, love, sadness, all of those experiences define who we are. もううまくやっていけないなと思っている方もいるかもしれないですけれども、そういうような人がいるってことが実は集団にとってとってもいい。それだけで集団にとって役に立ってるんだよってことが、今私たちの生物学的なデータから証明されつつあります。なので皆さん一緒に、はい、変わり者の皆さん一緒にですね、ポジティブに、この社会を生きていきましょう。人間の脳の中にはアミロイド β がたまらないようにするメカニズムがあるはずということになります。そのメカニズムを明らかにすることができれば、アミロイド β というのはアルツハイマー病の引き金ですから、アルツハイマー病を根絶することができるのではないかと思っています。事前にですね、いただいていた質問ですね。お互いの専門性が強すぎると会話が成り立たなくて徹夜することがあるのですが、やめようかなと思います。そうですね、はい、リスク上げてると。はい、わかりました。 AI technologies have enabled a real breakthrough in our ability to interpret large scale neural data like that. 飛び込んでこればですね、一生脳科学ができるんじゃないかと思うのでですね、おすすめです。ニューロスクエア、脳と心のライブトークへ皆さんご参加どうもありがとうございました。